皆さんこんにちは、ビンイースケです。今回紹介するのはヨドバシカメラ .com で予約商品をいくつか注文していたんですが、ここ何日かでまとめてババッと届きましたので、とりあえずこの動画では購入品紹介をして近いうちに個別の商品のレビューをしていきたいと思います。ということで今回3つ届いたんですが、小さい袋と中くらいの袋、それから箱が届きました。自分でも中身が分かんなくなってしまっていますので、この動画で一緒に確認していきたいと思います。またコメント欄でこの商品が早く見たいなどというのがございましたら、お気軽にコメントしていただければ、コメントの数の多さを優先順位にして動画を撮っていきたいと思っています。それでは小さい袋から開けていきます。それでは開封。自分で何を買ったかっていうのを忘れてしまうっていうのが異常なんですが、まず一つ目がこちらの太陽のレーダー3色。こちらがですね、太陽の光で色が変わるということで、去年クリアレーダーがヒットしたんですけども、こちらもですね、またヒットしそうな予感がします。次に中くらいの袋。はい、まず一つ目がですね、サンスター文具のスティッキルタスノという製品で、なんとですね、かなり攻めた商品のドライバー付きスティック型ハサミとなっています。パッケージの開封、電池交換、メガネの緩み調整など様々なことができるんですが、それに加えてハサミが付いてるということで、かなり攻めた製品だと思うんですが、あまり攻めた商品だったらサブチャンネルで紹介していきます。はい、続いてこちらが同じくサンスター文具のニコピーというマーカーです。名前もとても可愛らしいんですが、色はパステルカラーとなっていまして、ペン先にマーカーとペンが付いたモデルになっています。こちらはとても楽しみな製品なんですが、後で全色紹介をしていきます。それでは最後はちょっと大物いきます。はい、これらがですね、昭和ノートのコペルニクスというノートです。180度真っ平らにパッと開くノートということで、罫線が4種類ございまして、サイズがですね、B5 サイズと A5 サイズがあるんですが、A5 サイズを4種類購入してみました。こちらも非常に楽しみなんですが、後で個別の動画を撮っていきたいと思います。はい、ということでこの動画は以上になります。ヨドバシ .com で購入しました購入品紹介をしたんですが、ドライバー付きハサミについてはちょっと攻めすぎてるかと思いますので、おそらくですがサブチャンネルで公開になるかと思います。その他については非常に検証が必要な製品もあるんですが、どれも楽しみな製品なので順次動画を撮っていきたいと思っています。またコメント欄でこの動画を先に見たいというのがあれば遠慮なく書いてみてください。それによって優先順位を変えたいと思っています。それではこの動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。